どうも。すいません、火貸していただけませんか？ありがとうございます。どうも。すいません。何言ってんですか。今日から親戚同士じゃないですか。まあ、遠慮なさらずに。どうぞ。どうぞ。メンソールですか。もう嫌いですか。いや、別に。どうしたんですか。何がですか。でも娘さんも結婚式だというのに不満そうだ。そうですか。何かあったんですか。もしかしてこの結婚に不満なんですか。私の息子に何か。そういうわけじゃないですけど。いいライターですね。娘の初給料の時にもらったんです。へえ、そうですか。
うちはお寿司でした。変な気分ですね。何が不満なんですか？寂しいんですか？寂しくないか？私は寂しいですよ。あなたの娘さんに息子を取られた気分です。でもまあしょうがないですよね。息子の人生なんだし。私がああだこうだ口を挟めることじゃない。それはあなたも同じじゃないですか。せっかくの子供の晴れの舞台なんですから、もう少し笑ってはいかがですか。それが父親の責務だと私は思います。父親の責務、もう一歩いいですか。メンソール好きなんですか？そうですね。
吸っている気分になるっていうか。私は逆にメンソールじゃない方がタバコの味がして吸ってる気分になりますけどね。まあそういう考え方もありますよね。まあ吸い方なんて人それぞれですから。メンソールを吸ってる人間は軟弱な人間だってずっと思ってました。軟弱。娘もメンソールを吸ってたことがあって、やめさせましたけどね。そうなんですか。その時娘と言い合ったんです。それが娘とした唯一の大喧嘩だったのかな。メンソールを吸うと娘の顔が煙のように浮かび上がります。たまにはメンソールもあるかもしれませんね。そろそろ時間ですよ。こういう時することがありませんよね。行くよ、ほら行こう。